はい、こんにちは、ココメです。今回はパイロットのアクロボール10周年記念動画を撮っていきたいと思います。ということで、2008年に発売されたアクロボール、去年2018年が10周年でした。そんな年に私はアクロボールっていうものを知ったんですけど、10年も前からあるボールペンになっています。 OKB48 総選挙に投票したぐらい好きなボールペンになっているので、今回やっていきたいと思います。ということで、アクロボールっていうのはパイロットから発売されている油性ボールペンになっています。最初に言うと、三菱鉛筆のジェットストリーム、誰しもが知っているボールペン、油性ボールペンだと思うんですけど、そのぐらいの滑らかさがある油性ボールペンになっています。アクロバティック、躍動的で軽やかに滑らかに進むボールペンということで、アクロボールと名前が付けられています。油性ボールペンらしい特性を保ちながら、よりスムーズで滑らかな書き心地を実現したアクロボール。その秘密は、新開発のアクロインキ、特殊技術による改良を施したペン先、特許を取得したグリップのタイヤパターンなどにあります。低粘度高発色のアクロインキ、油性ボールペンにありがちなかすれダマがほぼなく、油性インクの耐水性もある。従来のインクより5分の1の粘度プラス潤滑剤潤いがあって、動きを滑らかにするもの、この2つによってほぼかすれがなく鮮やかな発色になっています。かすれ玉はちょっとあるんですけど、従来の油性ボールペンと比べるとそんなにないかなと思います。そしてね、しっかりと濃く描ける鮮やかな発色です。こちらホームページに載っていた画像になるんですけど、従来のインク、アクロインキ、水は油みたいに粘度がないので下にスーッと行くと思うんですけど、で粘度がわかるという写真になっています。そしてアクロインキの特性を最大に生かすペン先の特殊加工、ボールペンのペン先にはボールがあるんですけど、アクロインキによってボールはスムーズに回転されることができます。ただその特性をより生かすために、ボールを支えるボール座っていうものがあるみたいなんですけど、そこを加工して従来の油性ボールペンの摩擦抵抗値を約 34% を軽減させています。アクロインキでもう滑らかになっているんですけど、その上にペン先も加工してより滑らかにしているみたいです。そしてタイヤパターングリップ、滑りにくいラバーにタイヤのようなデザイン、滑りにくくなっています。そしてグリップの形は握り位置や太さなどレタに基づいて設計されていて、持ちやすくなっています。これね、本当にフォールド感があってフィットして持てるようになっています。なんかこう握りたくなるようなグリップになっています。ということで、この3つがアクロボールの特徴、いい点になっています。すごいこだわりが詰まっていて、本当描きやすいなと思います。滑らかすぎると文字が汚くなるっていうのもあるんですけど、すごくね、気持ちのいい滑らかさになっているなと思います。このね、グリップのシャーペンがあったらいいなって思いますね。もういろいろ種類があるんですけど、こちらは M シリーズのものになっていて、すごくおしゃれで男性向けみたいですね。ただ女性向けのものだったり、あとはカラーのもの、あとはちょっと高級なデザインのものもあります。その他にアクロインキを搭載したボールペンたちがたくさんあります。私が持っているのは3つ。まずはこちら、ドクターグリップの G スペック 0.5 ミリです。私がアクロインキを知ったのは視聴者さんのおかげなんですけど、それもこの一つになっています。ドクターグリップ付きにはいいかなって思います。続いてはこちら、タイムラインもアクロインキを搭載しています。こちらも単体の動画を出しているんですけど、ペンとは思えないものとなっていて面白いですね。なんか化粧品に見えておしゃれです。で最後は最近発売されたパイロットの 4&1 ウッドです。こちら最近よく使っています。でジェットストリームって王道で、 OKB48 戦争でジェットストリームって本当に王道で、私のお父さんもよく使っているボールペンになっているんですけど、去年開催された第8回目の OKB48 選挙でも
第1位となりました。第1回目から連続で第1位を取っているジェットストリームになっています。元祖低粘度のボールペンになっていて、低粘度っていうのはジェットストリームから始まったみたいなので、まあ、多くの人に知られているっていうこともあって人気だと思うんですけど、冒頭にも言ったようにジェットストリームと同じぐらいのアクロインキは滑らかさを持っています。だからね、アクロインキも OKB48 総選挙でいろんなモデルが上位に入ってきたり、アクロボール150は8位となっています。今までで一番いい順位になっているので知れ渡ってきてるのかなって思います。まあ、似てるって言ってどっちが滑らかなのっていうのがあると思うんですけど、昔比較したことがあるんですけど、ほとんど違いが分かりませんでした。だからそのぐらいの違いになっているので、ほんとね、ライバルと言ってもいいんじゃないかなって思います。はい、ということで今回はパイロットアクロボール10周年記念動画を撮ってみました。アクロボール使ったことない方はぜひ一回使ってみてはいかがでしょうか。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では。